寝すぎて眠い大輔です。今日は私向きのニュースがちょっとありまして、高齢アルバイトの方がですね、ボーナスが出なかったことを不服に思って訴えたっていう裁判があるんですけど、それの最高裁の判決が出まして、そのアルバイトの方の要求は飲まれなかったということで、非常に残念な結果ですね。ただまあ私の場合はボーナスはもらえないと思ってますよ。アルバイト、そもそも私は正社員と同じような仕事をしてませんから、やっぱり嫌なものは嫌だって結構言っちゃいますし、全然この人のこと知らないですけど、多分この人すごい真面目な人なんでしょうね。もう正社員の人より頑張るぐらいの勢いで仕事をしてたんじゃないでしょうか。なのでなんで私だけボーナスもらえないのっていう感じなんですかね。ニュース見る限りではそんな感じですか。しかもボーナス正社員と同じ額くれって言ってんじゃなくて、6割ちょうだいって言ってるのも認められなかったということで、ちょっとかわいそうだと思いますねこれは。まあだからあんまりアルバイトはその給料に関しては期待しない方がいいと思うんですよね。私のようにもうヘラヘラしながら安月給で、で安月給の代わりにそんな責任ある仕事しませんよっていうスタンス で契約外の仕事を押し付けられたら、こんなんできないできませんっつって社長に弱音吐いたり、そのぐらいでいいと思うんですよね、アルバイトは。本当にその反面賞与も退職金もなしっていうことで自由にやらせてもらってるわけですから、真面目に働くと損するってことですよね、アルバイトの場合は。ただこのニュース記事見ると会社の言い分もわからんでもないんですよね。退職金のやつだとやっぱり正社員っていうのは長く働いてもらうっていうのを前提で年にボーナスを与えるっていう、アルバイトはいつ辞めるかわかんないですからね、自己都合で。まあ、その気軽さがアルバイトのいいとこなんですけど、会社としてはたまらんっていうことですね。なのでこれは意外と両者の言い分がわかる裁判でしたけど、これは1円ももらえないんですかね、アルバイトの人は。裁判費用払って終わりって感じはちょっとかわいそすぎますね。アルバイトはもっと気楽に考えていいと思いますね。そのやりがいとか求めず、お金を稼ぐために、まあ、会社に迷惑かからない程度に働くっていうぐらいがちょうどいい気がするんですよね。これ会社にはもちろん直接言わないですけど、私の場合はその会社に忠誠心とかもないですから、例えば会社がちょっと傾きかけて、あれこの会社やばいなと思ったらさっさと辞めれると思います。はい、会社の成長のために働いてないんで、自分の生活のためにお金を稼ぐために働いてるので、会社にとってはなんだこいつってなるかもしれないですけど、アルバイトはそんぐらいでいいと思うんですけどね。もちろんサボったりはしないですけどね。全然話変わりますけど、昨日の動画で質問いただいてから服装が変わってないことに気づいた方はいますでしょうか。そうなんですよ、あれからあの動画撮って投稿してアルバイト行った後、そのままお風呂入らずに大量に寝てしまって、で起きて今なんで服装そのままなんですよね。でヒゲも生えっぱなしですし、寝すぎました。それで昨日の質問に答えてくださった方ありがとうございます。思った以上に私の漫画のホームページからこの YouTube に流れてきた人が多いみたいで、そう考えるとその給料の動画とかがボンと上がってるのは、やはり YouTube で給料、人の給料が気になって検索する人が一定数いるということですね。私自身も多分そういうワードで検索した過去はありますね。 YouTube で私を知ったっていう書き込みはなかったんで、じゃほとんどもうホームページから来てるんですね。そうなるとここのとこ漫画を更新できないことは本当に申し訳ないと思ってます。今週中に必ず更新いたします。頑張ります。